どうも吉谷さんね、やっぱりこう視聴者さんと直接関われる会いに来てくださる会えるこれはね、うん、やっぱりね喜びになりうりますね私もね全国47都道府県ツアーをやったのはなぜかっていうと一体誰が見てるのかなっていうふうに普段視聴者さんに触れることがないんでだんだん興味が出てきたんですよねで一時期コメント欄を閉じていたところもあって、まあ、ますますそれがね えー、興味が出ててきたっていうことですか今コメント欄開放してるんで結構コメント書いていただくことが多いんですけども、うん、やっぱりね同じ方がずっと一定期間見てくださってもうジャンル問わずですねで特定のジャンルだけ見る人もいるということでだんだんこう発信によって炭焼きができるなっていうところも感じますし、うん、やっぱりね無名な人でも一部の人からは有名になるって感じですかまあ多分私の動画を見てる方っていうのは あの地上波のテレビとか NHK とか見てないと思うんですよね、まあ、ですんで自然と情報がこう似通ってくるし価値観も似たやってくるとだからチャンネルがどんどんね狭くなってくるのかなと思うんですよ自分が考えもしないようなことっていうのはだんだん削ぎ落とされていって、まあ、例えば私がねあのなんかゴルフのチャンネルを始めても多分あんまり見ないと思うんですよ、うん、だからまあ久保さんならやりそうみたいなことでまあ マーケットというのはできてるのかなっていうところもありますしまあ意外なことをやってもね反応はあると思いますけどねでもやっぱり吉谷さんがあのやっぱりいいなと思うのはすごいなと思うのはあのあこれはすごいなと誰かに対して思ったことをすぐ取り入れていくことですよねだからその人の力が自分の力になるみたいなで人の失敗も自分にちゃんと取り入れて、えー、二の足を踏まないようにすることとだ人の失敗を参考にどうしたらもっと良くなるだろうかっていう風なねマーケティングを どここに対しててても持っっいるってととろかなと思うんですよで R34 もね結局随分長い間大事に乗っていらっしゃってそれを売るっていうドラマも作ってるっていうねで売ることによって気分が楽になって確かに R34 は盗難が多いみたいなんで、うん、部品単位での盗難もありますからねだからオーナーとしては車全部持っていかれても痛いんですけどもじゃあタイヤだけ持っていかれましたとかねなんかテールのウイングだけ持っていかれましたとか ヘッドライトだけ持っていかれましたって言ってもかなり大きなダメージですからね。でも盗んだ方はそれをあの転売して儲けることもできるし、もうやりたい放題なわけです。だから持てるものの悩みですよね、これはね。持たざるものってのは取られる心配がないんですけども、持ってるものってのはあの取られたり壊されたりしたらどうしようっていうことに怯えて、セキュリティっていうプラスアルファの経費がかかったりね。ありもしない不安。だからつまり、 盗まれたらどううしよう盗まれたってことを想像したり壊された時のことを想像して保険にも入るしついには手放すみたいなね心理行動になっていると要するに何かの被害を受けたわけでもないのに潜在的な被害に自分のモチベーションが動かされるってことにもなるんですよねまあこれ R34 のことだけを言ってるわけじゃなくてあの世の中全般的にですよ金庫がなぜ売れるかとかね保険がなぜ売れるかそれは持ってない人には金庫も保険も売れないけども持ってる人には売れるっていうね 本当になんかこう、マネーゲームの一端をみたいな気がします。行ったし。